皆さんこんにちは。今回はあやかしセレクションオーダー引いていこうと思います。1回目いきます。さあ何が来るか。6315ジェムあるんですけど、1回2500ジェムで11連なんで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。さて11連目きますね。これでおアビリティかなってことは、アリスの狐のやつか黒曜の修験者リーファとかそこら辺でしょうか。あ覚醒ってことはユナか。あユナか。ユナはまあ、あでも土ダメと闇ダメまあまあですね。うんまあ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 。じゃあ次もう一回ね行きましょう。2回目はあれ当たってほしいな。黒羽とか3、4、5、7、8、9、10。おーさっき節分切りときましたね。あれブレイクに使えるんだよな直剣持ってだけど。おあれ欲しいな。あれあれとかあれとかあれとか欲しいな。あれあーいらね。あいるけど、あでも結構いいんだよな。麻痺耐性が 70% なんで、うん外れではないよね。この消費ジェムに対してはこれねすごくいいんですよ。ブレイクゲージ増加量が多いっていう効果があって、まあ、残土の直剣モッドではあるんですがこれすごくいいですね。これまあ、うん、あでもあと200ジェム取ったらこれ引けるのでイベントかなんかで200ジェム取れるかな。なんかで取ってあとはデイリーとかやってまあとりあえずね今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。ね片手直剣あこれか。この残土のねあのリーファーがあるんですけど、まあ、残土ちょっと揃ってきたんでいいかな。ではまた。